どうもオーナーです。私はですね今成田国際空港にいます。それでね今回なんですけども初めて紹介する航空会社でありまして初めて、ね、乗る私がね乗る航空会社でもありますエチオピア航空に乗ってアフリカに行きたいと思います。以前動画で話したと思うんですけども私はねスターアライアンス普通のねあの会員だったんですけども一時的にステータスマッチでユナイテッド航空のねゴールド会員になったので、まあ、今回ねラウンジとかね優先搭乗とかも使えるんですよね。ということでねまあ早速ね初めての航空会社でねエチオピア航空って言ったらやっぱりなかなかね乗る機会がないんでもうね3時間前ぐらいなんですけども早速ねちょうど今あと5分ぐらいでねチェックインが始まるそうなんで並んでねサクッとねチェックインできたらなっていうふうに思ってます。はい、そんなわけで今回はまあ成田空港の第一ターミナルに来てるんですけどもこんな感じですね。はい、空港はまあね普段関西空港を使ってるんでねすごいアウェイ感があってやっぱり成田空港って日本人の方が多いですよね。関空だとね国際線ターミナルってほとんどね外国人の方、まあ、主にアジア系の方なんで全然ね撮ってても恥ずかしくないんですけどもねちょっとねここでね撮るのは恥ずかしいんですけどまあまあまあとりあえず今回はアイカウンターというところでねエチオピア航空チェックイン開始されるそうなんでそこにねまず向かいたいと思います。まあ、さっきと言った通りもうねちょうど今から始まるような感じで今ね18時12分なんですけども18時15分からね手続きがね開始されるということになります。まあ、それでね成田空港の第一ターミナルの、ね、アイカウンター探してたんですけども今はスカイチームがある航空会社のねエリアにいるそうでなんか違うねウィングっていうんですかねところらしいですね。エチオピア航空はということでまずはねそっちに行きたいと思います。まあ、成田空港ね全然使ってないのがこれでバレちゃいましたね。まあね成田だとねいっぱい関空にも飛んでない飛行機っていうのもたくさんあるんでね来年あたりはねちょっとね成田あたりで関空には飛んでない航空会社っていうのもねせめてねもうちょっとね成田空港に詳しくなりたいですね。というわけでちょっとね移動してアイカウンターを探してねチェックインエチオピア航空ねしたいと思います。ここに書いてました。まあ、北ウィングは主にスカイチームで南ウィングがスターアライアンス系のところっていう風に分けてるんだと思います。それで私は今さっきね北ウィングに行ったんでここのね南ウィングに今から移動したいと思います。南ウィングに来ました。まあ、こっちの方が広々としてるのかな。なんかすごい広くてまあさすがね ANA のカウンターもここではドーンとしていてかっこいいですね。はい、そこで奥の方にアイカウンターがあるのであそこでねおそらくエチオピア航空ねちゃんともうね始まってるかと思います。チェックインカウンターの前に来ました。まあ、今回は前回お伝えした通り、まあ、ステータスマッチでねスターアライアンスゴールドに一時的になれたのでここでねチェックインしてみたいと思います。まあ、それでここにねバッケージドロップのレーンもありまして、まあ、オンラインチェックインをしとけばねそこのレーン使えるんでオンラインチェックインしとけば、まあ、サクッとねこちらでもチェックインできそうです。一番奥の、まあ、通常のエコノミーレーンっていうところは結構並んでますね。うん、というわけでここのスターアライアンスゴールドも、ね、結構並んでるんですけどここでねチェックインしてみたいと思います。こっちでね先にチェックインしてくれという機械でねやってくれということなんでこっちでチェックインしてみたいと思います。リザベーションとかだね。はい、ということで J チェックインできなかったのでカウンターで受付してもらうことになります。昨日ねちょっとオンラインチェックイン僕したんですけど印刷してこなかったのが原因か分かんないんですけどもとりあえずねできなかったんで、まあ、スターアライアンスゴールドの、ね、レーンでチェックインしてみたいと思います。まあ、エチオピア航空ね成田しか飛んでないですし見ることがないんでちょっとテンション上がりますねこれだけで。それでまあ香港を経由してアフリカのねエチオピアに行くような感じになりますので結構ねお客さん見ると香港の方なんで、まあ、香港でね降りる方がね多いようですね。なんで成田から香港までお手軽にねエチオピア航空実は乗ることできるんですけど私はねアフリカまで突っ込みます。というわけでね、まあ、サクッとチェックイン、まあ、サクッととは言わなかったかな、うん、なんかねオンラインチェックインで予約してた座席がね僕のミスかもしれないんですけどもなぜかねこう妻と今回一緒に旅行行くんですけどもなんか全然違う席になっててねそこを窓際に変えてもらいました。まあ、それで、ね、できればね長距離線なんでねこう3列席とかだと2人でね使えるかなとかなんとかね使えればいいかなみたいなこと思ってたんですけども横に残念ながらねもう座席誰か予約してるんで3列ねこうね並びでですみたいな感じだったんで残念ながらまあ長距離線なんですけどももう普通にね一席しか使えない感じですね。まあねちょっとフライト時間とかも忘れちゃったんですけどまあそれはね後で紹介してみたいと思います。そこからね出国したいと思うんですけども今回はスターアライアンスゴールドと
いうこともあってね、ゴールドトラックがね成田空港にはあります。まあ、なんでここでね出国できるはずなんで、ここでねせっかくなんでしたいと思います。ゴールドトラックを使ったという、まあ使わなくてもね、あんまりね人いなくてね、多分普通のレーンでもねすごい出国できたと思うんですけど、とりあえずねゴールドトラック使ってねドヤ顔で出国しました。それで今回なんですけども、あのねここね出国した今状態で、それでまあ42番からね今回エチオピア航空出発するそうなんですけどもね、ここのねある ANA のラウンジ、ここに書いてあるんですけども、ここねあの使えるそうなんで、ここにちょっと行きたいと思います。まあ、それでユナイテッドクラブの、ね、ラウンジもあって、同じスターアライアンスでおそらくここも、ね、使えるとは思うんですけども、やっぱりね羽田とかの、ね、ANA のラウンジが一番ね豪華なんで、ここもおそらく豪華だと思うんで、ちょっとね ANA の方に行ってみようかなっていうふうに思ってます。ではちょっとねこっちに向かっていきたいと思います。今回の出発なんですけども、21時15分のスケジュールなんですけども、もうねあの30分ぐらい遅れることは決定してるそうです。というのもね、あのその飛行機が香港から、まあ、ここの成田に来て、またすぐにね折り返して、またな香港経由してエチオピアに行くんですけども、その香港から成田までフライトっていうのはが遅れてるみたいなので、まあ、自然とねこっちのフライトも遅れちゃうみたいな感じになります。30分くらいなら全然問題ないですよね。ということで、まあ、ちょっとラウンジでもね長く休もうかなっていうふうに思います。今回は ANA のラウンジに来たので、ここにね入りたいと思います。今回のエチオピア国は一応ね、まあ、スターアライアンスは一応というか、まあね、スターアライアンスなんで、あのここに入れるということです。はい、チキンカレーです。すみません、僕もチキンカレー一ついただけますか。チキンカレー、はい、チキンカレーもう一つです。夕食も食べてなかったので、ここでねちょっとまあ夕食っぽい、まあ、機内食も出ると思うんでちょっと控えめにと思ったんですけども、がっつりカレー頼んじゃいましたね。それでよく見るとね、全部米類がめっちゃ多いっていう、ね、まあねアフリカ行ったら米もね、なかなか美味しい日本の米はね食べれないと勝手に思ってるので、まあこれぐらい許してくださいということで、これをちょっと今から食べたいと思います。まずはペプシかな、コーラじゃなくてペプシかなかったです。じゃあカレーいただきます。こっちはこう個別でねオーダーして注文する感じなので、すごく綺麗でね、自由にとっていいところだとね、ちょっとね、まあ、荒れてたりするんで、カレーのねジャルも ANA もそうなんですけど、やっぱりうまいな。じゃあ寿司もちょっといただきます。まあ、これは 何が入ってるか、きゅうりとなんかみたいな。次におにぎりもあったので、おにぎりもね食べたいと思います。中は昆布が入ってますね。まあ、これだと羽田と成田だと、羽田のその ANA のラウンジの方が、ダイヤモンドの方は、ね、どっちも入ったことないんで何とも言えないんですけども、プラチナとかあとスターランスコールとか入れるラウンジのだと羽田の方が、ね、豪華な感じがしますね。ここは地下にあるんでね、窓も一切ないですしね、
このダイヤモンドのところだとね、上の階なんで多分飛行機もすごい綺麗に見えるんじゃないかなというふうに思うんですけども、ここはね、地下なんで、これだったら羽田の方がいいですね。まあ、というわけで、それでもラウンジはね、本来であれば私、ステータスマッチ申し込まれてね、入れる資格がなかったんで、それだけでもでも、入れるだけでもありがたいですね。ということで、まあ、こんな感じで、晩ご飯を食べております。まあ、ANA のラウンジなんですけども、シャワーがあるようでして、まあ、今夜はね、深夜のフライトになりますので、ちょっとね、シャワーを浴びてくれると思います。どんな感じなのか、ちょっと楽しみですね。こんな感じでね、シャワールームありそうなところに行くんですけど、どうなってんの？ということでね、シャワーをね、サクッと入りましたね。あのね、こうやって、ね、ラウンジに、ね、シャワーあってもね、結構ね、別料金取られたりとか、あとね、ただでもね、シャワールームが少なくて30分待ってとかね言われることあるんですけど、 ANA の今はね、まあ、夜なんですけど、そんなに浴びる人いないんですけど、まあ、人もねそんなにいないっていうのもあるんですけども、こんなにねすんなり入れるとは思ってなかったですね。ということで、まあ、ここでちょっとシャワー浴びたいと思います。それでね、残念なお知らせというか、どうでもいい話ではあるんですけども、僕ね今回服をね全部預けちゃったんですよね。シャワーあると思ってなかったんで、ということでまたね同じパンツね履いてなんですけども、皆さんね、まあ、ANA のラウンジ行かれるときはね、服をね忘れないようにしてください。ということで、まあこんな感じになってます。一応、わあすげえ、めっちゃこんなになんかある。もったいないね。もう全然使わないですけど、僕は歯ブラシぐらいですね、使うとしたら。はい、まあ、こんな感じでトイレもあってシャワーもあるという感じになります。いやーこれすげえな、こんな施設があると。シャワーね、浴びたら結構フライトとかもね、深夜のフライトとかも気持ちよく寝れたりするんでね、絶対入れるなら入った方がいいんで、皆さんぜひともね、ラウンジ入れる方はシャワーね、成田空港 ANA のラウンジあるんで、羽田もあるのかな、あるので、ぜひとも利用してみてください。じゃあちょっとシャワー浴びたいと思います、これから。シャワー浴びたんですけども、ここのシャワーめっちゃいいですね。いやね、長距離フライトの前のシャワー本当に助かります。それでね、アメリカをたくさん用意してくれてて、この風に歯ブラシもちょっと、まあ、もうラウンジでは食べちゃったんで、まあね、機内食出たらまた機内食食べようと思ってるんですけど、とりあえず歯磨きを今日のね、分ということでしていこうと思います。ひげ剃りもあったんで、ちょっとね、使わせていただこうかと思います。よいしょ、バッチリ。まもなくね、搭乗時間の開始となるので、そろそろね、もうラウンジを出てゲートの前に行きたいと思います。いやね、このねラウンジちょっとまあ地下にあったんで、って思ったんですけども、シャワーと考えるとめちゃめちゃいいね。いやね、できればね深夜便とかだとね、スターライアンス使ってこのねラウンジ来てね、シャワー浴びてね、どっか行きたいですよね。それだとかなり楽になると思うんですけどね。いや、ありがたいです。ということで、まあ、ゲートの前に向かいたいと思います。ゲートの前に来ました。まだね搭乗は開始してないんですけども、まあ15分遅れでね、まずは香港、まあ、ビア香港って書いてますね、アディスアベバに行きます。今回、ね、乗るエチオピア航空ですけども、暗いんですけどもギリギリ見えますね。もしかしたら映像ではね綺麗に映ってないかもしれないですけども、あそこにねありますね。今回はボーイング787のはずですね。はい、ということで、もうちょっとしたら搭乗開始となると思われるので、もうちょっと待っておきたいと思います。実際はまだ当初券は、はい、ワングフライトです。はい、待ってます。あそこにね、今回乗る機体がありますね。カラフルなんですぐ分かります。まあね、スターライアンスゴールだとね先に入ったんですけども、なんかね別にゾーンはね座席通りになってて、まあね、ちょっと入れなかった、恥ずかしかったんで、もう普通にねレーン並んで入りました。ということで、まあね、ここからまあエコノミークラスね、もちろんビジネスはあっちに行って、まあエコノミーはこっちって感じですね。ということで、まあ機内に入りたいと思います。この機体でまあ香港まず行くんですけども、この機体でね最終的というかアフリカに行くことになるので、まあね長い付き合いになります。
この機体とは、ね。Hello. What is this? カメラ。Why? Yep. Thank you.機内の中に入りました。まあ、それでね、今回ね、11の A っていうね、まあ、なんかかなりね、エコノミーにしては若い席だなと思ったら、一番前のエコノミーの、ね、席でした。なんでね、こんな風に足をめっちゃ伸ばせる感じで、これでね、まあアフリカまでね、行けちゃうんで、これはこれでラッキーですね。ただね、荷物はこれね、置く場所ないんで、上に入れとかないといけないんで、その点だけはね、ちょっとね、まあ、辛いかなっていうふうに思います。自分はいつもね、ここの下に入れてるんで、ね、このカバンとかね。それで今回乗る機体が、まあ、B の787となります。電光のまず座席っていうのは、最近だとレガシーのこんなね、エチオピア航空とかでもね、お金取るようなところが多いんでね、プラス100ドルとか200ドルとかね、そこをね、まあ、今回は選んでくれたので感謝ですね。Ladies and gentlemen, good evening. On behalf of Captain Cliff and the entire crew, we'd like to welcome you again aboard ETPN 19 member of Italians, flight number ET672 on SKU service to Addis Ababa via Hong Kong. The flight time to Addis Hong Kong will be 4 hours and 30 minutes and we shall be cruising.በበረራ ላይ ሊወሰዱ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች የምናደርገውን ገለጻ በጥሞና እንድትከታተሉ እናሳስባለን። Please pay attention to the demonstration of important safety features. 飛行機がすぐにね、入ったらもう、ね、動き始めて、やっぱり遅れてるということもあってか、出発するようです。とりあえずね、4時間ぐらいかけて香港に行ってきます。アフリカン
をくれました。ちょっとトイレに遊びに来ました。まあトイレはまあだって普通な、こんなね赤ちゃん の、まあ、あのおむつ替えるようなところもあって、まあいたっていう感じなんですよ。ここなんだけど、ここくんなんか横とつながってそうですけど、はい、それでまあここら辺はいたんでシンプルな感じになってますね。ただまあね、そんな離陸しても時間も経ってないんで、清潔感はねまだまだかなりあるような感じですね。ではね、機内食がね、トイレ遊びに行ってたらね、配られてました。ということで、あの妻がね、注文してくれたんで、僕の分もね、あの今から食べたいと思います。それでチキンかフィッシュかみたいな感じでね、今回は私のはチキンかな。日本初なんで、日本で作られたものなんですが、なんかここら辺とか日本で作られたっぽくないんですけどもね、このゼリーとかもね、なんだこれ、すげえデザートだなすごい今までね食べたことないようなあの食べ物です。これはでもすごい美味しそうですね。なんかエビチリみたいな感じで、はい、ちなみに妻はこんなやつを頼んでますね。ちょっと違うかな。ということで今から食べたいと思います。まずはちょっとコーラ、まず野菜、
それでね、まあ、乗って思ったことなんですけど、結構ね、まあ、一番エコノミーの前方の席っていうことで、そこでね、あのキャビンアテンダントの人がすぐ、ね、作業してるんですよね、いろいろね。まあ、主にね、ビジネスクラスの人たちのこう機内食とかを用意してると思われるんですけども、まあ、結構雑なのかな、皿を落としてね、ジョーンと音がしてね、ちょっとびっくりしたのと、あとね、普通にあのエコノミーの食事もね、あのなんか落としちゃって、なんか掃除してるみたいな光景をね、まあ、4時間のフライトで、ね、2回もね、見ちゃったんで、なんかそこら辺ですごい他の航空会社だとね、なかなかそんなことは見ないんでね、まあ、たまたまね、あの運が悪かっただけかもしれないですけども、なんかそんな印象でございました。でちょっとマイルの話を今回しようとかと思います。まあ、今回私ね、あのユナイテッド航空の、まあ、ゴールド会員だったので、まあ、そのままねユナイテッド航空 のマイルを登録しました。まあ、あの今回私が乗ったねクラスを調べてみたところ、あのユナイテッド航空だと 50%マイルが貯まるようで、 ANA だとね 30% のマイルしか貯まらなかったんでね、今回あのユナイテッド航空を選びました。まあ、結構ねそうやってね航空会社によってものマイルによってもね、結構 30%50% とかね、そういったことがあるんでね、ちゃんとやっぱり調べた方がいいですね。ただね、まあ、あのスターアライアンスだとね、まあ、ANA のなんかこうねプレミアムポイントとかもあの貯まるので、そういったのを目指してる人はそっちをね選んだ方がいいと思います。まあ、僕の場合はもう ANA のね上級会目指してるんですけど、そのねあのまあ他社ポイントとこう自社ポイント半分半分ぐらいで取らないといけないんですよ。それもうね僕他社の方がねもうクリアしてる状態なんで、もらっても意味がないっていう状態なんですよね。なんで今回まあユナイテッド航空を選んだということになります。まあ、今回ね私このなんでエチオピア航空に乗ったかって言いますと、あの航空券がねすごい安かったんですよね。まあ、それね動画に上げてるんでぜひとも見ていただきたいんですけど、見てない人はね、あのこう東京からまあ、あのアフリカの、ね、キリマンジャロまで行く往復の航空券がね、まあ、総額 6.6 万円ということで、まあ、マイルもね 50% 貯まるということで今回ね、まあ、この旅行をね決定した感じになります。ただアフリカまで遠いとかね、そういった人たちにはね、この東京香港間は、まあ、私が今乗ってるやつなんですけど、それをねぜひとも乗っていただきたいですね。まあ、これはねそんなに4時間ぐらいのフライトで、まあ、長くはなくてね、あのアフリカっぽいね、やっぱミアテンダントの人もなんかすごい、ね、民族衣装着てますし、まあでもねスーツを着てる人もいれば、なんか民族衣装みたいな着てる人もいて、なんかねどういう使い分けをしてるのか、まあ、好きに選べるかちょっと分かんないんですけども、まあ、そういったねアフリカっぽいね体験がこのね東京香港間でできちゃいます。まあ、ただねちょっとこのフライトっていうのは時間が悪いかなというのも、東京9時発とかで、ね、香港に着くのは1時半とかなんでね、ほとんど今回のお客さんも香港の人が乗ってて、まあ、日本でギリギリまでねこう遊んで、それで夜帰って、そのまま多分自宅に車でとかだと思うんですよね。はい、というわけでなんかあんまり日本人にはあの向かないフライトなんですけども、このね香港から成田っていうのは結構いい時間だ、夕方のフライトだったんでね、いい感じのフライトを時間です。なんでね、まあ、往路だけね乗るっていうのもいいと思います。特にあのスターアライアンスと行くこともあって、 ANA のねマイルでこの区間って予約することができるはずなんですよね。まあそれでまあね、あの往路行きはまああの ANA とか使って、帰りはエチオピア航空なんでね、組み方もできちゃうので、ぜひともそういったねあの組み方をして乗ることをお勧めしたいですね。機内誌あったんでこれをちょっと見てみたいと思います。まずね機内誌に面白い情報というか載ってたんですけども、まああのこのスカイラックスっていうあの格付けですね、航空会社とか空港とかでねしてるあの会社がイギリスにあるんですけども、なんとねエチオピア航空はそこでベストエアラインインアフリカというものに、ね、2017年選ばれたそうです。まあ、アフリカね結構南アフリカ航空とかね、あとケニア航空とか大きい航空会社も意外とあるんですけども、その中でもね、まあ、一番選ばれたということで、うん、それはねなかなかすごいことですよね。ただねアフリカって結構ねあのちっちゃい航空会社もめっちゃ多くて、なかなか大手のアライアンスには加盟してないんですけども、そういったのもあるんで、ね、まあ、そういったのもねいつか私もね乗ってみたいなっていうふうに思ってるんですけど、とりあえず
今はアフリカで一番いいと格付けされているエチオピア航空に乗っているような感じになりますね。左のなんかこう、ね、写真とかもなかなかインパクトがあってすごいですね。歴史が長いのかな。じゃあ次に、次に機材の情報について書いているものがあったのでこれもチェックしてみましょう。今乗っているのがボーイング787の8ですかね。これを19体持ってるらしいんですけども、787-9 っていうね、まあ、またさらに新しい機材も 1台持ってるらしいですね。それで一番の売りは A350-900 らしいですね。これは6体ね。ぜひねこういったので乗りたかったんですけど、まあ、今回は787-8ですね。あとはまあね、いつも見るボーイングのやつもまあねいっぱい持ってますね。それで一番、まあ、気になるのがね、まあ、就航路線図なんですけども、これね見てみるとやっぱりまあ、ね、エチオピアの首都であるアディスアベバ、あっていうかな、アディスアベバを中心にね、アフリカはもちろんのこと、いろんな、ね、世界に飛ばしています。まあ、東京にも今回飛ばして、まあ、香港経由でそこのアディスアベバに行くってやつなんですけども、面白いのがね、東京、香港、アディスアベバ、そしてサンパウロ、ブラジルのサンパウロ、こういったね路線でブラジルに行くこともできちゃうんですよね。エチオピア航空だと、まあ、ブラジル行くって言って一般的にはね、アメリカ経由で、まあ、ちょっと変化球すればヨーロッパ経由っていうのが今まであったんですけどね、エチオピア航空でアフリカ経由っていうね選択もできちゃうってことですね。これ確かね一時期スカイスキャナーとかで調べたら10万円ぐらいの航空券でねあったんでね、サンプルあるもんでね、まあ、皆さんねもしよかったら香港、エチオピア、サンパウロなんてね旅行してみてはどうでしょうか。ただね残念ながらねこれ確かストップオーバーはできなかったはずですね。ストップオーバーできれば楽しいんですけどね、なかなか行ったことない国をねどんどんできるんでね。それであと思ったのが結構ね義援券をエチオピア航空って活用というかまあね使ってる路線が多いですね。今回の東京香港もまさにそのね、まあ、イエンゲンというね、まあ、自分の国以外のね国の区間をまあ飛ばすっていうものなんですけども、それをね他の国も見てもいっぱいあります。ソウルから香港っていうのもありますし、あとまあマニラからバンコク、あとこれが面白いシンガポール、クアラルンプール、バンコク、そして最後にエチオピアみたいなねルートもあるようですね。ヨーロッパでも結構ねそのイエンゲンっていうのを使ってたりしたり、アメリカ、ヨーロッパのトロント、ダブリンみたいなね路線もってなかなかね渋いですねっていうのが思いますね。これは結構面白いですね。なんか攻めてると思います個人的にはね、かなり、ね、一応ねこういったところにも遊びに来たんですけども、キッチンですね、はい、こんな風にジュースが置いてあって、まあ、これね好きに飲んでいいんだと思います。はい、特に食べ物とかはないですね。アエロメヒコ航空とか結構食べ物ピーネッツとかね辛ラーメンとかあったんですけど、そういったのはないようですね。でちょっとね喉乾いたんで水飲みたいと思います。まあビジネスクラスの後ろからちょっと覗いてるんですけど、結構こんな風にねアルミアにカーテン当てて、なんかそこら辺がちょっと雑ですね。というのがね、さっきお皿を落とした件といいね、ちょっとそこら辺がね気になる点ですね。まあね、これでアフリカナンバーワンの航空会社ということで、まあね、アフリカもまだまだこうね伸びる可能性はあるのかなっていうふうにこれを見てると思いますね。間もなく到着です。このね、もうねフライト時間はすごい夜で眠たいです。ギリギリ起きてる状態ですね。多くの人は寝てますけど、なんかもうアフリカ時間に合わせてるんですかね。こっちはね全然でも夜なんですけど消したりはしないですね。間もなく香港に到着です。香港国際空港に到着しました。それでね、私の場合はここの香港でね降りるのではなくて、またねこれから本番といいますか、ここからねエチオピアに向かうので、おそらく
ここにまた座ってるままでいいとは思います。前回ね、メキシコ、アイラメキコを利用した時はね、ここにまあ降りない人はね、座っとくみたいな感じだったんで、一度出るとかはないと思いますんで、まあ、ここにね、座っときたいと思います。はい、まあ、ほとんどね、香港で降りるようなお客さんがほとんどですね。というのも、なんかあの香港人みたいな方が非常にね、多いんでね。というわけで、まあ、ここでとりあえず座っておきたいと思います。残ってるお客さんこれぐらいです。ほとんどね、あの降りてますね。ここからまたね、お客さんが乗ってくるんですかね。香港からエチオピア行くね。そんなにね、こんな時間帯からね、お客さんが続々乗ってくるとは思えないですけど、あとね、横の人とか掃除とかどうするのかなっていうふうに何気に思ってるんですけど、どうなんですかね。まあ、疑問がありますけども、ここにもうちょっといたいと思います。まあ、ここでね、一旦動画をちょっとね、区切りたいと思います。まあ、ここの成田から香港っていうのはね、なかなかまあね、面白い路線だと思います、日本人にとってはね。なので皆さんね、まあ、アフリカまで行かなくてもね、ぜひともこの路線乗って、アフリカの航空会社っていうのをね、楽しんでみるのもいいかもしれません。まあ、先ほど言った通りね、まあ、ANA のマイルで予約することができるので、まあね、行きは ANA とかね使って、帰りはエチオピア航空なんてね、香港の往復を取っても面白いと思いますし、そんなに、ね、コストもかからないんでね、そういったのでね、楽しめるんでおすすめです。まあ、こんな感じで今回の、まあね、感想としては、まあまあ、うん、そんなに快適かって言われると、やっぱりね、あ、他の航空会社に比べたらね、いろいろちょっとね、うんって思うところもあるんですけども、なかなかね、やっぱりね、乗れない航空会社の一つとなりますので、こういったね、体験ができるっていう点ではね、かなりポイントが高いですね。今回はね、こんな感じで飛行機のね、レビューを終わりたいと思います。この動画はね、役に立った、面白かったっていう人はぜひとも高評価を押していただけると非常に嬉しいです。またね、チャンネル登録してない人はこれを機会にぜひともよろしくお願いします。また私ね、Twitter、Instagram アップしていまして、まあ、そこにね、動画にアップしないようなね、こともアップしてたりしますので、ぜひともそちらの2つのフォローもよろしくお願いします。またこのエチオピア航空については多分ブログにも書こうと思ってますので、ぜひともね、ブログもチェックしていただければと思います。まあ、こんな感じで、とりあえずはここで動画を終わりたいと思います。引き続きね、また次の動画でここのね、香港から、まあ、11時間ぐらいのフライトでね、エチオピアに行くね、動画をね、お届けしたいと思います。今回の動画を終わりたいと思います。それでは。